皆さんこんにちは。 Google は6月上旬、高機能 AI ノート、ノートブック LM の機能をパワーアップさせ、日本で正式リリースしました。Google の最新大規模言語モデル、Gemini 1.5 Pro を活用したこのツールは、PDF 化された本を読み込んで本の内容について質問したり、家電の説明書を読み込んで家電の機能についていろいろと聞ける、自分専用のチャットボットを無料で作れます。今回の動画では、第1章、ノートブック LM の概要、第2章、ノートブック LM の使い方、第3章、ノートブック LM の活用事例、の3章構成で、ノートブック LM の基本的な機能と特徴、簡単な使い方から、具体的な活用事例までまとめて紹介します。それではよろしくお願いします。Google は6月6日、すでに米国のユーザーなどに展開していた AI ノート、ノートブック LM について、日本を含む200以上の国や地域への提供を開始しました。ノートブック LM は、ユーザーがアップロードした記事の URL やテキストファイル、PDF ファイルなどの様々なデータをアップロードすると、アップロードしたデータを AI が読み取って、データを要約してくれ、さらにデータについて質問すると答えてくれます。ノートブック LM はアップロードしたデータを元に回答するので、AI チャットでよくあるようなハルシネーションを抑えることができ、回答にはしっかりと引用元も明記されるので、情報の信頼性を確認できます。ちなみに、読み込んだデータの中にある画像やグラフ、図についても質問可能です。ノートブック LM の裏側では、Google の最新のマルチモーダル大規模言語モデル、Gemini 1.5 Pro が使われています。マルチモーダルというのは、テキスト以外にも、画像などのデータを処理できることを指します。Gemini 1.5 Pro は、現状公開されている LLM の中で最高峰の性能を誇るとされるモデルで、ユーザーの投票に基づいてランキング化される。人気の LLM ランキングサービス、チャットボットアリーナにおいて、日本語環境の評価で、OpenAI の最新 LLM、GPT-4o を抜いて1位につけており、全体評価でも3位につけています。また、Gemini 1.5 Pro は、標準で100万トークンの入力に対応しています。100万トークンというのは、70万字以上のテキストという大量のデータを一度に処理できることを指します。このように、ノートブック LM は、ユーザーが入力したデータをもとに、Gemini 1.5 Pro という超強力な頭脳が要約や回答を行ってくれるサービスで、現在は実験的に提供されているので、すべての機能を無料で利用できます。なお、ノートブック LM にアップロードしたデータは、Google の AI モデルのトレーニングには使われないとのことですが、サービス改善目的で人間のレビュアーがアップロードしたデータや回答を確認することはあるとのことです。この章では Google の高機能 AI ノート、ノートブック LM の使い方について解説します。ノートブック LM は公式ページに行って、ページの真ん中にあるトライノートブック LM ボタンを押し、 Google アカウントでログインすればすぐに利用できます。ログイン後の画面は大部分が日本語化されており、プラス新しいノートブックボタンを押すとアップロード元というポップアップが出てくるので、ここでアップロードするデータを選べ、ドライブの部分で Google ドライブから Google ドキュメント、 Google スライドデータを、PDF の部分で PDF ファイルを、テキストファイルの部分でテキストファイルをアップロードするか、コピーされたテキストの部分でコピーしたテキストを貼り付けて送信するか、ウェブサイトの部分でウェブサイトの URL を貼って送信すると、アップロードもしくは送信したデータが即座に分析され、画面の左側のソースの部分にデータ名が表示されて、
画面の右側のノートブックガイドの部分にデータの概要が表示されます。これが一つのノートになるイメージで、ノート名にとりあえずノート1という名前をつけておきます。ノート1の画面の左側のソースの部分では、上部にあるプラスボタンを押してデータを追加できます。画面の右側のノートブックガイドの部分では、概要の部分でデータの要約を確認でき、上部にある5つのボタンについては、よくある質問ボタンを押すと、入力したデータから自動的に Q&A を作ってくれ、学習ガイドボタンを押すと、入力したデータから用語集を作ってくれ、目次ボタンを押すと、入力したデータの目次を作ってくれ、タイムラインボタンを押すと、入力したデータの時系列や登場人物などをまとめてくれ、ブリーフィングドキュメントボタンを押すと、概要の部分にある要約よりも詳しくまとめてくれます。そして、これらのボタンを押して生成されたデータは、メモとしてノート1に追加されます。また、画面下部のフォームからチャットでデータについてわからないことを質問でき、自動的に質問の候補も出てくるので、どれかの候補を押せば、自動的にチャットに質問が入力され、回答が返ってきます。なお、チャットの回答についている数字を押すかマウスオーバーすると、入力データのソース元が表示され、チャットの回答の右上にあるピンボタンを押すと、この回答メッセージをメモに固定できます。ちなみに、フォームの左側のチャットを表示ボタンを押せばチャットを表示でき、右側のノートブックガイドボタンを押せばノートブックガイドが表示されます。以上、ノートブック LM の使い方の解説でした。基本的に各種データを読み込んでノートを生成し、ノートの内容についてチャットでいろいろ質問しつつ、チャットでお気に入りの回答があればメモとして残しておくといった感じの使い方ができます。この章ではノートブック LM の具体的な活用事例について5例ほど紹介します。1例目が本を丸ごと読み込む活用法です。実業家のケン・スー氏が自身の著書物語思考の PDF データを本を買った人限定で無料で公開しました。この本は PDF データで256ページあるのですが、ノートブック LM に読み込むと30秒くらいで要約を出力してくれますし、チャットで本についていろいろと質問もできて便利です。技術書の場合は PDF ファイルが公開されているものも多いので、本を読んだ後にノートブック LM にデータを読み込んでノートを作れば、本の内容を復習する際にも便利です。2例目が家電の説明書を読み込む活用法です。最近は家電の説明書はネットで PDF ファイルとしてダウンロードできるものが多いです。ただ、紙の説明書と違って視認性が低いので、すぐに読みたい内容にたどり着けないことが多いです。そういった場合は、説明書のデータをノートブック LM に読み込んでノートを作っておけば、チャットで操作方法などについて質問できるので便利です。3例目が、美容規約を読み込む活用法です。画像生成 AI ツールを使って画像を作って商用利用したい場合などには、美容規約を読んで確認する必要がありますが、美容規約が長い英語だったりするとなかなか目的の内容にたどり着けないです。そういった場合はノートブック LM に美容規約の URL を貼るなどして読み込んでノートを作っておけば、チャットで日本語で質問しても、日本語で商用利用などの各種情報を確認できるので便利です。4例目が、過去問を読み込んで分析する活用法です。ノートブック LM は複数のデータを読み込めるので、例えば、ノートブック LM に過去の大学入学共通テストの問題の PDF データを読み込んでノートを作っておくと、近年の試験でどんな傾向の問題が出されているかなどの質問をすることで、試験の対策情報を獲得できます。5例目が、2つのデータを比較する活用法です。ノートブック LM は複数のデータを読み込めるので、
例えば Google のジェミニ 1.5 プロとトーン・イ・チェンウェンのクエン2という大規模言語モデル2つの機能詳細情報が記されたウェブサイトを読み込んでノートを作っておくと、チャット経由で2つの LLM データを比較することができます。以上、ノートブック LM を使ってできる活用事例の紹介でした。ネット上にデータとして残っているものであれば、ノートブック LM に読み込んでノート化しておくと、日常生活や仕事の効率を向上させるのに役立ちます。ちなみに、現時点でノートブック LM には、最大で49のデータを読み込めるようですが、読み込むデータの数が多すぎると回答精度が低くなります。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは、動画の概要欄に貼っています。AI ツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。